ひょ。ひょ。はい、ということで。はい、では2週目。2週目。2週目行きましょう。開始していきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあ行きますね。はい。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと、はい、ミキソのキャンと、先週に引き続き、いくかいくです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。なんか最近あれだね、りくさんは準レギュラーになってますね、はい、うん、まあ休みがかぶってる仕事もねあれ、あ、まあそれもあるけど、それもありますけど。で、ところでどっこい、最近変わったことあったよね。ん？何があったっけ？なんかあったさ、いろいろと。先々週ぐらい喋らそうとしたのに、うん、忘れてたっていうか、もう次に行ってって言って、うん、私が先週の時にあの介護福祉士がどうのこうのでって言ったから、うん、今日はリクさんに喋らそうかなと思って。なんで？なんで？なんで？いさ、はあ、バイクとバイバイしたんじゃないの？あ、そっかバイクとバイバイしたんじゃないの？今まで乗ってたバイクをね、うん、売りに出しました。そう。でもあのステッカーどうなったんだったの？どうなったんだろうね。いろんなラジオ番組のステッカーペタ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 貼って、ステッカーだらけのね、ね、バイクなんで、ステッカーだらけのバイクを、あっという間に売れたね。だからね、その人もリスナーさんかもしれないね。可能性はあるかも ね。では番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。ビギーンとアホナスターズで笑顔のまんまです。どうぞ。これやるかな。リクが今度カップボーイさんの言ってごらんね。やだ。なんで？なんで？このオープニングよ、夕方って感じがする曲よ。まだお腹が重たいです、うん、お、今日はワッショイになってるぞ。昨日夜はでもびっくりしましたよ、本当に。あのこのおえーってなった後に、はい、あのめっちゃ全然あのこう胃が今度逆に動き出して、あ、いや一気に胃にあったものがお尻まで行くのが分かりました。怖い怖い。じゃあ出ては来なかったですけど、うん、もう胃のこの腸の中一生懸命移動してるのが全部分かるんです逆に怖いわ超早いと俺はもう忘年会の帰りに前の嫁に迎えに来てって言ったら、お腹陶器腐れましたからねそれからもうマーライオンですよ逆にマーライオンね、うん、もう先はほどほどに、ほどほどに、ほどほどに楽しむ。俺もほどほどだったのに。は？は？量が少なくなったんじゃない？だいぶ少なくなってるよ。うん。だいぶ年寄りよ。そ
だいぶ少なくなったんだよ、リクさんが。うん、まあ病院行ったから。うん、反省してます。ん反省してます。病院行ったからかな。うん、病院の先生もすごいよな。うん、あとは辞めていくよって言ったさ。あ、何を。週に1回はお願いしますよとか、あ、週に1回休館日を作るんだなと思ったら週に1回飲めって言ったんだよ。逆にね逆にね、週に1回は飲んでいいよみたいなこと言ってたからね。休館日作れかなと思ったの。週に1回の休館日から週に1回は飲んでいいよみたいなね、あとは飲まなくなるよみたいな。いやまさに僕も頻度を減らしてはいるんですけどね。はいはいはい。もともと習慣で飲む習慣がないので。うーん、私最近この3日4日ぐらい飲んでないか。あんたはよ。うん、うん、お酒は、うん、もう1回で飲む量が多いです。私も最近1回の量も減ってるんで、意外に。寒いからよ。FM 講座の正規さんのお店に通って、はいはいはい、あの気づいたらあのスピリタスってお酒があります。うんうん、聞いたことある。僕が半分減らしました。怖いけど。特にここ1ヶ月ぐらいで減らしてると思います。相当だね。最近あのお気に入りのカクテルができたんで、うんうんうん、そのカクテル作ってもらってたら多分この半分減ったうちのこのさらに半分、4分の1は多分1ヶ月で飲んでる。うわぁ。どっちは？ん？なんか2人で居酒屋行ってボトルキープして。行ってないね。行こうと思うんでバイバイのかな。行ってないね。あ、いやな、もったいない。もったいないな。時間が合わなくてね。まあそれはあるね、うん、時間とタイミングっつうのがねあるから。はい、ではもう少しですね。はい、はい、じゃあマイクかけまーす。お聞きいただいたのはビギンとアホナスターズで笑顔のまんまでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは笑顔になる瞬間。噛んじゃったその前に、キャスの方がいっぱい今日来てますので、早速読み上げていきたいと思います。大浜さん、お帰り。そう、今日2週通りなんで、お帰りなんですね。ただいまです。はい。埼玉の郷さん、サッチーさん、陸海空さん、キャンさん、皆さん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、リクカイクーさん、皆さん、こんばんは、ワン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 。にゃー、なんで猫。カラス、なぜ鳴くの、カラスの勝手でしょうって、マイコさんが歌ったら面白いのにねって来てますね。マイコさん、誰だろうね。ドリフターズ行ったらいいよ。埼玉の子さん、2月11日ですね。そうなんですね。オンエアは2月11日なんです。沖縄大好きさん、こんばんは、しょい。こんばんは、しょい。そう、それ、武蔵さんさ、って。埼玉の子さんが。
ナッティーナチコさん、サッチー先輩だからサッチー先輩じゃない、卵リーク、なんでが卵よバナナキャンさん、どういうことおつおつーと来てますどういうこったいナッティーナチコさん先週から引き続きです引き続き、カープボーイさん、笑顔になる瞬間、やっぱりリスナーさんの面白いメールかな、ヒープーさんのところで南城市のある方とか、藤子さんとかめっちゃ面白い、あーあの人ね、南城市のあの人、あの方っつったらあの方しかいないね、うん、俺の先輩ですね、多分そうでしょルールールーラ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 ードロロレレレースですね、ね、うん、大浜さん、愛車売ったの、でも危ないから二輪は車がいいよと来てます。そう、車をね、うん、車っていうか原付をバイバイしちゃったからね、うん、事情がありましてね、そう、うん、2年間だった、2年間運転禁止でございます、はい、ただいま飲酒じゃないよ、飲酒じゃないよ、うん、うん、リークさん禁止でございます。大浜さん、飲みすぎ注意ってよ、はい、テアカさんも、はい、はい、しこかしこ飲みすぎてないんだけどな、昨日はでも全然酔ってないんだけどなカープボーイさん、スーパー、スーパーひとしくんは最近路上でしてないんだよ、キャンさん大丈夫と来てますよ。あの僕の親友のひとしくん、あの FM 小座であの第5 and H な夜っていう番組のパーソナリティしてますけども、はい、はいはい、彼は結構路上で寝たりとか、え酔うと、ね、寝ちゃったり、財布なくしたりというあのラジオで話してまして、あららら、まあ一応あの僕が大体いつも一緒にいるときは僕が解放して連れて帰るんですけど、はいはい、一度ですねカラオケで寝た彼を僕が担いでタクシーに乗せたことがあります。あれまあれまあ、みんなにびっくりされました、それはそうだ、着力持てるねって、大浜さんが噛んだ、わら笑顔だから、わざとわざとじゃない、これはわざとじゃないの噛んじゃったの沖縄大好きさん、リークさん運転禁止だと、運転さんの車に勝手に借りて運転したからですかって、運転さんって誰だってあ、運転さん、あ前の会社にいましたね、運転しない運転さんがいましたね助手席に座って本当に胸張って運転しない運転さんがいましたね。いたんだ。うん、いた。高速のチケットとかもなくすしよ。あ、いやー、助手席にいるからって高速のチケット預けるでしょ。うん、なくすわ。あ、いやー、なんでよ、助手席なんと、エアコンの隙間に入れてなくなった。意味がわからん、なんでエアコンの隙間に入れるかな、運転しない運転さんまさかここでも運転さんの話が出るとはね。では早速どうしようかな、メールから先に行こうかな、 DM から行こう、DM が来てますので紹介したいと思います。お願いします。ラジオネームナルトラさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。それはやっぱりラジオで喋っている時でしょう、わら、フリムーン終わりにキャン君に YouTube サムネ用の集合写真を撮ってもらいますが、見返すと自分はいつも笑顔で写真に収まってます、それだけラジオで喋っている時が楽しいんだと思いますと来ておりますよ。うんうん、確かに、なんかね、なんだろう、いくら不機嫌だろうとラジオ聞いてるとそうね、やっぱりなんか収まるというか、急にああこんな人もいるんだなみたいなことになって、まあね、うん、プスッと笑ったりね、笑うね、喧嘩してるのにね、ね、ラジオ聞いてたらね、うん、この人何言ってるばみたいな、プスッてすぐ仲間振りっていうね、なるね、うん、メールの方が来てますので紹介したいと思います。サッチーさん、陸海空さん、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは、こんばんは、埼玉のゴーです、はい、ありがとうございます。テーマ、笑顔になる瞬間、独身時代では自分の好きなことや好きなものを食べたりするときに笑顔になりましたね。結婚してからはいつもヘラヘラ笑ってます。
子供たちが成長して、生まれて成長してからはふとしたしところでよくありますね。今日は和下ショップに行ったら沖縄そば麺、うるま御膳のそば麺、三食品のそば、かまぼこ、三品茶のティー3袋、油脂豆腐、霧の紅茶、アップルティー、ゼブラパン買って笑顔になりましたと来ております。すごいいっぱい買ってるね。いっぱい買ってますね。いっぱい買ってるね。やっぱり、あれなんだね、三食品とかも内地で、和下ショップで売ってるんだね。すごいすごい。さすが沖縄ブームって感じだね。では次のメールに行きたいと思います。お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。サッチーさん、陸海空さん、キャンさん、こんばん。サッチー、はい、こんばん。サッチー、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、笑顔になる瞬間。推しの声優さんやアニメキャラクターが地上波でテレビに出た時、その間になナインティナインさんの番組にラブライブスーパースターの、リエラが出た時はテンション上がりました。あとはライブハウスで、僕のお気に入りのライブハウスの店長さんや一部のスタッフさんも僕が学生の頃からお世話になっておりまして、最高のステージが見れるので、それを見ると笑顔になりますね。何より店長とスタッフさんに会えるのが僕の楽しみだったりと来ております。ちなみにリクさんは笑顔になる瞬間なんかありますかね。やっぱり、まあ、あるいろいろ番組でのメール採用とか、あリクエスト曲の採用とか、それが一番かな。あとは仕事で言うと、やっぱ利用者さんにありがとうって言われるのが、ああまあね、一番かな。介護はね、一番ありがとうって言われるのが一番笑顔になるからね。はい。キャンさんは笑顔になる瞬間何かありますか？僕はですね、最近めちゃくちゃ面白くて、はい、もう本当に涙が出るぐらい先週爆笑しちゃったのがあるんですけど、はいはい、あの岸田文雄のオールナイトニッポンを見た時ですね。おお、オールナイトニッポンラジオ、音声を編集してオールナイトニッポンのラジオ風に、あの岸田首相の声で喋らせるっていうのが今ツイッターで出回ってて、へえ、それのコーナーの中で、あの岸田文雄の、謎かけコーナーっていうのがありまして、ほうほうほう、リスナーさんからいただいた謎かけが、うんうん、岸田文雄とかけまして、はい、こじらせた風と解く、その心は、その心はどちらもぜいぜいというでしょう。なるほど、なるほど、なるほど。で、この謎かけは大変遺憾です。で終わります。ああ、めっちゃ面白いですよ。本当に喋り方そっくりなんで。へえ、探してみよう。こういうお笑いネタっていうか、なんかこういうのって、うんうん、まあいろいろ、まあ税金とかってやっぱりマイナスな要素大きいですけど、はいはいはい。まあ、笑い飛ばそうよみたいな雰囲気って僕大好きなんで、うんうんうん。こういうのいいなって思いますね。なるほど。私が笑顔になる瞬間、私はあのリックさんと被るんですけど。まあラジオだね。ラジオ聞いてて、あ、この人面白いメールやってるなーっていうのがあったりとかしたら、プスって笑ったり、で、あと自分のメールとかリクエストが採用されたら、やったーみたいな感じで、採用されたよ、バチバチバチって私隣にいたら叩くよね。叩いて喜ぶよね。最近リクさん当たったもんね、ラジオ番組、ステッカー。あ、ザムちゃん。うん。ステッカー。私も一回しかなったことない。こんちくしょ。キャスの方で沖縄大好きさん、高速のチケットなくしちゃあかんやつって来てますよ。そうなんだよ。埼玉の郷さん、コロナ前に起床で必ず使っていたレンタカー屋さんの受付の子に運転さんでした、あが、その子が運転さんってことだった。受付の子の名前が運転さんですね。うんうん。あの運転さんどうしてるかな、コロナでレンタカー屋廃業になっちゃったの、
あら、そうなのね。そうですね、気になりますね。カープボーイさん、キリンの紅茶って、ってある沖縄だっけ、だけなの、沖縄だけなのと来てますね。らしいですよ。あ、そうなんだ。はい、キリティ。キリティ、キリティ。はい、あ、じゃああれは、あの茶花伝は全国だよね。紅茶花伝ももともと沖縄だけでした。え、本当？今は全国あるんですけど、紅茶花伝レモンティーは、あの、ところどころにしかないらしいですよ。あ、そうなの？もともと沖縄限定商品だったらしいです。へぇ、意外。埼玉の郷さん、本当は3食品じゃなくて、テルキナそば派なんだけどね、と来てますね。テルキナそば、美味しいんだよ。なんか。うん。うん、私も沖縄市に住んでて、住んでる時に、親と住んでた時はよくテルキナそばを買っていたね。うん。か、合わせそば、合わせそばだったかな、うん、だったと思う、確か。をよく買っていた。まあ今は母ちゃん施設だけどね。うん。うん。たまには連れて行きたいな、どっか。うん。埼玉の郷さんがカープボーイさんに、霧の紅茶を昔内地に販売機で売ってましたが、今は沖縄や和下ショップでしか買えないですよーと来てますね。ああ、そうなんだね。沖縄大好きさん、あと前に話したリラクゼーションサロン、うん、その店長さんのマッサージしてもらうだけど、店長に会えるのが楽しくてつい笑顔になったりって来てますね。まあ、人に会うのもね、確かにね、笑顔になるよね。あの、あれだな、私、お正月の、最初だな、日曜日の、公開放送の時に、久しぶりに会ったリスナーさんがいて、結構仲良かったんですよ。はい。そのリスナーさん見た時に、ってパンチしましたからね。笑いながら。元気かーって。そうそうそう。なかなか見ないから。でも、コロナ禍になってからか、一回リークさん見てるよ。うん。中グスクのコンビニで。うん？うん、見てる見てる。後で誰かは言いましょうね。あ、まあいいか、大体分かった。分かったでしょ？はい。うん、その人とは仲良しだったからさ、うん、結構な、うん、相談とかも乗ってくれたし。はい。うん。では、どうしようかな。そろそろ来週のテーマいきましょうかね。はい、お願いいたします。来週のテーマは、よく使う方言です。というのも、2月18日が方言の日らしいので、前は好きな方言を聞いたんですけど、今回はよく使う方言。まあ、どこでもいいです。沖縄県内外関わらず、ちょっとよく使ってる方言を皆さんにお聞きしたいなと思いますよ。りくは何使ってるよく。あが。ひが。何で。だいたい言うじゃん。だいたいあが。あがひがって言うさ。うん、僕はアウチって言ってましたね。アウチなんだ。私アッガーって言うけど。アッガーってな。宮古みたいな言い方。は？アッガーって。アガイでしょそれ。それアガイでしょ。アガイ。お母さんがあれだよ。宮古んちだからさ、うん、結構宮古のこと言ったらわかるはずよ。うんうん、でリクさんは夜なばるだからね、結構。でも私も意外とも3年経ってるから、うん、結構なまりがもう南部の方の訛りに入ってきてるんだよ。中部に行った時にも訛りが全然違う、どうしようって困ることがある。あ、今バスケしてるじゃん。うん、でもうほとんど中部の人だから、うん、しゃべりがなんかいつもと違うわけ。うん、あ、私もついに南部の人間になっちまったかと思ったからね。やめてるんか。じゃないよ。あの大物リスナーさんは、もう本当に1、2キロしか離れてないのに、なんでこんなに言葉が違うのかなと思う。あれはね、確かにね。地域が違うと、訛りも違うし、喋、うん、りも違うし。うん。うん。なんでだろうって本当に思うさ。私の場合はもう、10キロ以上離れてるところからだからね。うん。あれだけど。
埼玉の郷さんがよく使う方言、そう、よく使う方言でお願いします。埼玉では後ろ裏という。おお、面白いですね。そうなんだ。そうなんだ、そんなのあるんだね。裏見てみとかって言うんですかね。あ、かもしれないですね。おお。そろそろお時間ですか。はい、あと1分ですね。1分。ちなみに、あの、あがの、あが以外でよく使う方言。きっちゃき。きっちゃき、きっちゃきでしょ、けっちゃきじゃなくて。なんと違う。あ、そうですか。よく聞けるからよ、いろんなことで。きっちゃきしてから。きっちゃき、けっちゃきって言うんだね。けいなんだね。わからん。あれ、わからんのかい。そうそうって、埼玉の子さんが。あの、多分さ、あの、キャンさんが言ったのですね。僕の使い方合ってた。当たってたってことですね。後ろ、ああ。そうそうそう、お時間来てまいりました。はい、では来週またお会いしましょう。お相手はサッチーとミキさんのキャントラジオネームディクカイクーでした。ではまた来週、じゃあねー。バイバーイ。あがってよく吹くだな、私。え、後ろ、後ろ、後ろ、裏、本気で僕はあがより先にアウチを覚えてました。私、方言、内地に行った時、方言使いたくなくて、できるだけ。あれだったな、あの、あがって言いたくなかったから、行けってな言うようにしてた。標準語で。行けって。本当に。なんか最近よく、ワンデーかな。で、聞くよね、方言ね。うん、ヒープさんはもともと中部なまりだから、まあ僕らの世代の方言ってちゃんとした方言じゃないことが多いんでね。まあそうですよね。あんま使わないですね。うん、ちゃんとした方言を習ってみたいとは思うけど、チャービラ祭ぐらいは言えますけど。うんうん、そうそうそう。ペーターさんが上がった。はい、最後数予中がなびら。とかね。うん。いや、言い訳してみるとか。沖縄の言葉難しいよね。大阪は汚いけどねって。大浜さんが。でも大阪の、可愛い女の子の言う大阪弁もめっちゃ可愛いと思います。そう。神戸もっと可愛い。もっと可愛い。神戸。でも神戸の方がきついって言いません？なんか話し方きついけど、で一番怖いのが京都って聞きます。あー、京都はね、確かになんか、なんか、なんか、なんていうの、んなんか、うん、きついちゃい感じはするな。大浜さんが、福岡弁憧れる。なんでそことと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 が多いみたいな。あの昔九州にあの南九州大会とか陸上で行ったら、ああ監督がめっちゃ「ああ南松ホットとっとは!」とが多いと、ね、多い、とが多い、わあすげえ。だったあいもこのもこさんが長崎、九州の長崎じゃなかった、長崎の離島でダッチャ使うとかあります。ダッチャめっちゃ可愛いですダッチャ、ダッチャうるせえやつだね。では皆さんお疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。